鍋島春茂は、比前鹿島藩七代藩主、後比前佐賀藩八代藩主。佐賀藩第五代藩主、鍋島宗重の柔軟で、第六代藩主、宗教と第七代藩主、思えの弟。藩政の抜本的な改革に着手した名君として知られ、佐賀藩中高の祖と呼ばれている。鹿島藩主時代は、自家、広し、佐賀藩主となってからは、将軍。 徳川家春から、変記の授与を受けて春茂と名乗った。法暦9年に、鹿島藩第6代藩主鍋島自家郷の養子となり、法暦13年に第7代鹿島藩主となる。明和7年、第7代佐賀藩主、鍋島重持が38歳で死去し、死守がなかったため、その後を継ぎ、第8代藩主となった。安永3年、第7代小木藩主鍋島自家ゆが、 アリス川の宮織人志新郎下校の際の地層薬を命じられた際、費用の捻出に急し、地層薬を返上することもできず、幕府に7000両の借金を願い出たが、これがもとで幕府から自家油が処分されたほか、春茂自身も処分を受けている。こうした佐賀藩の現状に憂慮した春茂は、反省の抜本的ない改革に着手する。側近の石井鶴さんを、 熊本藩に派遣し、藩政改革の成功要因を視察させ、石井の藩政改革の成功の秘訣は、人材の育成にありとの復命を受けて、天明元年、小賀整理に命じて、佐賀城に近い松原工事に、藩校行動館を設立した。米はずの発行といった経済政策も積極的に推進し、六腐型や土材型の設置といった特筆すべき反応、 組織改革も進めた。教養も深く、自らも私文に優れた。文化二年、六十一歳で死去した。あと、長男の時期が継いだ。孫の鍋島直政の代には、佐賀藩は藩政改革を成し遂げ、明治維新では西南夕藩の一角を占める快挙を成し遂げるが、その基盤を作ったのは、この春茂の改革が起源とされ、今日でも、明君、 中高の祖として評価が高い。ありがとうございます。